サラちゃん、君は何者かね。そしてソウスケはなぜそこまでこの子に肩入れする？わらわはわけあって別の世界から転移してきた異世界人じゃ。おい、ソウスケがわらわを助けてくれるのは単に底抜けのお人よしだからじゃな。それは父親であるそなたもよく知っておろ。異世界人ときたか。道理で正体がつかめんわけだ。まさか信じるのか。実はお前のパパ岐阜県一の探偵でな、嘘を見抜くのは得意なんだ。今のが嘘だとしたら、よほどの天才子役か自分を異世界人だと思い込んでいるかわいそうな子のどちらかだろう。うん、じゃあ何とかしてもらえるのか。反抗期の息子に頭を下げてお願いされたら断るわけにはいかんだろう。ただし一つ条件がある。金か。違う。今後俺のことは所長ではなくお父さんと呼びなさい。え？ほら言ってみろソウスケ。お願いします、お父さんと。ん？何？お願いします。うがめな。お父さん。よし、お父さんに任せておけ。うん、よろしく頼むぞよおじいちゃん。君ちょっとメンタル強すぎない？話のわかるいいパパ上じゃったな。